さてこの時間の日経平均株価270円ほどの上昇で3万1800円台での推移が続いています。岡村さんプライムのね空いも少ないですし、えー、まあ個別では材料もね乏しいというところで、そう指、ん、数は落ち着いてますかね。五ばね,はね値幅で80円、うんえー、前場も200円ぐらいしかなかったんで今日は落ち着いてます。高値高値圏キ,キープ落ち着いてる。うん できだか少ない、はい、えそんな感じですよね。というん、ってことで今日は、まあ、あのちょっと暇ネタというかね、はい、昨日 JPX 東証さんがそのアクティブ運用型の ETF6 本の上場を承認すると、まあ、これはニュースとして、ね、こうやって日経にも取り上げられてますけど、えー、アクティブ運用型アクティブ ETF、はい パッシブっていわれるのは例えば日経平均連動型とかねその日経平均ってものがあるからその,そのある日経平均ってものに連動させるっていうことだけがこう求められる、えー、ETF パッシブ ETF そのしし指数が存在するっていうタイプの ETF しかなかったんですけど今までは日本にはねただその日本にもこうアクティブ型ベンチマークにする指数がないから運用会社が銘柄を まあ選ぶわけですよねでその選んだ銘柄を保有してる形の状況の中の状況にあるとでそれっていうのはまあ世の中にこれまで山のように生み出されてきたその日本株ファンドっていうもののもうそのまま ETF って感じなんですけど東京に上場されてるまあメリットとしてはリアルタイムでね市場でその取引されてて売買できるっていうまあそんな今までになかった形での,その取引ができるまあ日本株のアクティブファンドと。 日本株のアクティブファンドですねただ、ETF の形にすると運用コストが低いだからまあ売買の手数料が、ねえー、安く済んだりとかあとずっと持つにしても信託報酬が低かったりとか、うん、来年始まる新ニーサに向けて日本でも商品を増やしてこれ活性化してほしいなという分野ですよねこのアクティブ ETF というのは、えー、どんな ETF が承認されたものが6本あるとかね あの運用会社的には3社、はい、野村アセット、三菱 UFJ 国際投資、シンプレックスアセットマネジメントで、それぞれ特性とかあるんで、ですねちょっとその6本、ちょっと見ていきましょう、はい、どれが人気でる出るかって感じですけどね、まず野村アセットマネジメント、ここはね、やっぱり、まあ、ブランド力って感じですかね、うん、ネクストファンズってつくものっていうものに対する、はい、ETF の中ではそのブランド力はありますかね。えー、で 1>, 1年後とかに残高見るとね、はい、まあこのどっちかが1位、1、2であってそうな感じはするんですけどシンプルで分かりやすい日本のファンドの上場からって感じでですね成長株日本の成長株で組むもの、はい、えと後輩当株で組むもの、はい、成長株の方のまの特色としては個別企業の調査分析等に基づいたボトムアップリサーチで評価。はい って感じですねボトムアップリサーチ取材しに行くとで取材しに行って選んだ銘柄で組みますよ、はい、それが、うん、あの ETF っておおって斬新ですよね今まで日本になかっただけにね、うん、でまあその中長期的に高い ROE、まあ、この ROE の切り上がりが期待できるような銘柄を選んでいきますよ、はい、みたいな形ですねで手数料はちょっと信託あちょっと信託報酬ですね信託報酬はちょっと こっちよりは高めに設定されてるんですけど0.625%ぐらいなんで普通のファンドのこの手のファンドに比べたら半分から3分の1ぐらいの感じじゃないですかね。でどれくらいの銘柄を保有するかとか書いてないんですけどバリエーション的にその高いか安いかは考慮するみたいなんでなんか PR ものすごい高くて成長株みたいなものは入れないのかなっていう感じはあります。まあ、でももどういううういいののを買うかっていうのはまだ 分かりません9月7日上場し,て上場した後にね、はいえー、ポートフォリオが見れる状況になってから、えー、あこんなの買ってるのかっていうのが分かるっていう形です。で後、えー、配当株の方はこちらはボトムアップリサーチとかする必要ないんで、はいえー、銘柄の予想配当利回り業績動向等を勘案して選定、はい、その分成長株よりも信捗報酬は低く設定されていると。はい 予想配当利回りがまあ高いものを選んでいくんでしょうね。で、うん、流動性が高いものとかで組み利率を高くしていくみたいな感じでこう調整しながらあの銘柄を決めていくようですね。ただね、この高配当日本高配当株アクティブ上場投資ってなってくると、今上場している ETF でなんか似たのあるんですよね。このネクストファンズで、コードの1489。うん 日経平均高配当50指数 ETF というのが上場しててこれ結構ね売買もすごい活発であの残高もしっかりあってね知名度もあってねでこれは日経金高配当50指数というのが世の中にあるからそれに連動させてるだけなんですけど内容的にあんまり変わらなそうな感じはするんであのさっきのね高配当のノ村アセットの ETF あの 積み立てるにはまあ良さそういんでしょうけど流動性がすでに高い1489の,14の ETF がもう存在するってことを考えたら、はい、そっちにこう隠れちゃうかなっていう感じはしなくはないかなって気がしますね、うんそうすうん。その他承認されたものっていうとどんなものでしょう,そうです、ね、別の会社のところで、はい、三菱 UFJ 国際投資はここも後輩マック指数のブランドで高配当、うんえー、日本株アクティブ上場投資。ノムラセットの高配当アクティブとも同じような匂いがするんですけど。うんええ あの魅力がこっちに若干あるとしたら信託報酬0.375なんでさっき0.475なんでこっちの方が低いからそれが長く見た時に魅力って感じる人はなんかこう深く考えずにこっちの方がそういうメリットあるかもしれないあとは大型株中型株の中から予想配当利回りの上位銘柄を選定していくとか配当動向や信用リスクは勘案するとかあとね紹介パンフレットにこういうこと書いてて。 30銘柄以上の株式に投資することを基本にしますが組入れ銘柄を売却して30銘柄を下回ることもあるみたいなことを書いていたんで、うん、あので50とか70とかそんな銘柄数じゃなくて結構、渋うのかなという感じは見受けられましたかねというところですね。でここはこの会社は1本であと一気に3本承認されたのがちょっとユニーク路線でシンプレックスアセットマネジメント。はい ちょっとちっちゃくなってますけどね、うん、これ三本。シンプルなアセットマネジメントってね、はい、結構そのマザーズ ETF を上場させたりとかね、はい,はい、いろいろこう個人投資家好みのものにチャレンジしてる。はい、チャレンジしてはなんかその <A> なんていうんですかね、うん、こうあんまり流行らず、はい、次のチャレンジみたいなそういう感じの運用会社さんってイメージありますよね。うん、でここはそのちょっとネーミングが面白いなと思いますね。一個目がこれ。 PBR1 倍割れ、解消推進 ETF <laughs> 長いしね漢字、漢字多いし長いし、この政策保有解消推進 ETF、これ一番長い、投資家経営者一心同体 ETF、ここはちょっとね、信託報酬を高めにしてますね、ほか、ね、は確、い、か、ねね、p 0.9%、0.9%、0.9%。 うん、これは PBR1 倍未満の中から独自の観点でこれがまあそのファンドマネージャーとかそか運用会社の腕の見せどころみたいになるんですけどまあ関して選びますとかえ上,場市場上場株の PBR1 倍割の解消がすごい進んでいった場合は PBR の1倍とかにこだわらずになんかその。 PBR ががさらに上がっていくようなものを選びまますと書いてましたね、はい、なんでまあ資本コストとか株価っていうのを意識した会社さん,うんそういう政策を最近出しているような会社さんでも神戸製鋼みたいなとじゃないですかねそういうようなまあこう株を選びますっていうことじゃないかなと思いました。はい で政策保有解消推進っていうこれマニアックですね。<laughs> まあ自社株が行きたいみたいな話なんですがね。その政策保有株が多い銘柄で選びますと。うん、で株高の時期っていうのはやっぱりね、株価が上がっていると、その政策保有株も時価が高まってね。うん、あの株高の時期には、この好まれそうな銘柄が多いと思うんですけど。うん、こういう E. t F.。うん、ちょっとマニアック系ですよね。あとこれ名前はいいね。ね、これ。どういうこと。なの投資家経営者一心同体。だから。 どういうことって感じにはあるんですけどね、<laughs> その取締役会構成員及びその親族、はい、資産管理会社等の議決権割合、浮遊割合の合計が高い、だから、経営者が結構持ってる、うん、めっちゃ持ってるとか、うん、自社株持ってる、オーナー会社であるとか、うん、あとまあその取締役もすごくこう株主に多いとか、だから株価が投資家は上がってほしいと、投資家は株価が上がってほしい、もうそれだけじゃないですか、株価上がってほしい、うん、経営者も株価を上げて自分の資産を大きくしたい、うんはい、ということは、 投資家と経営者の利害が一致するっていうことですよね。うんはい、利害が一致するって書くとあのあんまりいい表現がないから一心同体にしたんじゃないかなって感じですからね。だからまあネーミング的には、うん、あのネーミング的にはシンプレックス優勝って感じじゃないですかね。ね面白い ETF 揃ってますけれど、うん、ETF が出てくるメリットってどんなことが挙げられますか。そうですね。はい、あの積み立てていくって意味で言えば、はい、やっぱり日本の えー、中で最近流行ってる投資信託の種類っていうところを見ていくと、えーまあ、結構お金が入ってる投資っていう種類でいうと、まあ、こういうタイプの投資が流行ってるっていう,こ,うことで言うとね7月7月の月間の資金流入が多かったファンドのランキングであの一番は資金流入が多かったのは日本高配当リバランスオープンっていうやつがまあ一番増えてるんで,で7位も高配当とかだから。はい 高配当が好きな人多いんだとしたら ETF で今回高配当のやつが2種類ぐらい出てきてるんだねいきなり選択肢としていいですよねだってこれ購入時手数料ノーロードの225のやつは0.0%ですけど購入時手数料 3.3%3.3% 野村ジャンパー 3.3%3.3% でしょで3.3%っていうのは日経平均今の値段で言ったら 3万1,000なものの3.3倍だったら1,000円なんですよ。円上がってやっっと利益になりますよっていう手数料を伝統的にぼったくられてきたんですよ。はい、でそれがそのなんていうんですかね ETF が出てくることで、はい、まずここが一気に落とせるでしょ、うんはい、同じようなもので、うん、この人たちが選ぶ銘柄よりさっきの ETF が選ぶものの方が銘柄がなんかその劣化してると思えないんですよ同じようにスクリーニングかけて選ぶ後輩とかを選ぶんだったらだとしたら。 あのこういったものを買うっていう文化をあの徐々にこう薄めていくっていう大きな一歩になってほしいなっていうのはありますねあ,のあとはまあその信託報酬これについてもやっぱりその日本株いろいろちょっとこう選んだものに関しては年間でもこの信託報酬かなり1.5とかねあの多いでさっきの ETF になってくると一番高いやつでも0.9% アクティブのね、ETF で0.9パーぐらいだったんでね。まあそう思うと、まあ長く持つ、えー、積み立てで買う、えー、いずれにしてもそっちにメリットは、はい、あのあるかなと思います。うん、ただしとただし<え> ETF って場になってくるとなんていうかな売買しやすい、うん、いい値段で買いたい、うんはい、まとめたまとめた、えーうん、金額を 同じような値段でで買いたいた市場でねなんだけど流動性がないっていう弱点が本当に強くてこれはどうやったら高まるかっていうかそのここは課題,課題でしかないし解決策っていうのはいまだ見つかってないと思うんですけど現在の流動性が高い ETF 日本株型の ETF の流動性が高いものえトップ5はこれですねレバーダブルインバーダブルベアダブルブル225なんでダントツレバー。 売買バ,バ,バチバチバって流動性完璧ってものは日本の市場の中で ETF で言うとやっぱりこの225、e、型のブルベアでそれらを除いた普通のやつの流動性高いものでも1日で一番多くても10億円ぐらいの売買代金しかなくてこのさっきの高配当50野村のね10あとはマザーズ銀行業とかあるんですけどもこの辺でもこれでそれより下になってくると1日の売買代金がほぼゼロっていうのがめちゃくちゃあるんですよね。 なんかまあ、この辺の課題というのを、うん、あのどうやったら変わっていくかみたいなところが、ねはい、大きな ETF が盛り上がってくれるための必要条件みたいになってきますけどね、はい、ここまで岡村さんの解説でした。